本日ですけども、海浜清掃と海中清掃を、5団体協力のもと、やらせていただきます。これから2班に分かれまして、小豚浜の、海浜清掃をする人たちと、石巻の海桜さんを中心に、海中清掃を表浜というところで2か所に分かれて、大体12時ぐらいまでやりたいと思います。七ヶ浜っていうのはやっぱ海、この小豚っていうところのから始まるこの海のマリンスポーツっていうのがやっぱ本当にメインな町ですので、そこを今後盛り上げていくためにも若者たちが中心になってですね、海をきれいにしていくと、そういったところを今後もやっていこうというのが一つの大きな目的となっています。で、実際やっぱそういうことをこう運動していってですね、ビーチもこう、オープンをさせたいっていう思いがあるわけですけど、やっぱり住民の方、いろんな地域の方々ですね、海がまだまだ危ないとこじゃないのかと、いろんなものがあるんじゃないのかってやっぱ不安があるわけですね。なので、あるのであれば、私たちができることとしては、海をきれいにすること、だったら私たちも少しはできることなので、私たち若者たちでですね、ビーチクリーンをずっと今でもやってきました。その少しでも一日も早く海開きがされるための、じゃあ次の段階として本格的に海の中も今度きれいにしていこうと。で、そこで出会ったのがですね、石巻のハイブリッジさんで、僕たちはビーチはきれいにすることができるけど、なかなか中はねきれいにすることができないので、なんとか一緒に力貸していただけないですかという話を相談しまして、で今回一緒にやることになりました。今日改めてその海中清掃というところに入っていただいてですね、実はそのテトラポットのところに流れ着いたですね、タイヤが大体40個ぐらいあって、でそれがもう埋まってるような状態だっていうのは初めて知ったりとか、逆に実はそこのテトラポット付近まではものすごい綺麗な砂浜で、横の方にですねアマモがこう生えていて、ですごく透明度もあって綺麗でしたっていう話を聞いてですね、この町のこの海の今の環境の良さっていうのも改めて感じました。今回私は特に思ったのが、若い人たちの参加者以外にも、今まで私たちが知らなかったですね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかもこう参加してくれたりとかしていて、で非常にそういう地元の人、おじいちゃんおばあちゃんたちが来てくれたのはすごく嬉しくて、でもっともっと私たちも情報発信をですねしていって、町の人たちを巻き込んでいってですね、こうやって町をまた盛り上げていくんだと、でまたここがそういった場所になっていくんだという機運をですね高めていくと、まずは目の前ですと、まず来年の夏がやっぱりものすごい盛り上げるためにもですね、ここから来年の夏に向けて約半年、10ヶ月ぐらいですか、走っていきたいなと思っています。以上です。